さあ本日もポケモンハートゴールド続きやっていきたいと思います。で、状態としては結構きついんですけど、もうちょっとで町に行って回復できるんじゃないかなと思って、わしのポケモン自慢して、しましょうしましょう言うて、自慢するためにやってるようなもんでしょ。しかも子供のために2入る。あ、ピカチュウいいなぁ。水に弱いはず。あ、ちょっときついな。ピカチュウ欲しい。めっちゃピカチュウが欲しい。水の波動、いいじゃないですか。水の振動、相手に与えて攻撃、相手混乱で威力60か。尻尾？相手の防御を下げるか。あ、間違えた！またやったわ。いやー、デバフ必要だったのにな。思い出せないのか、自慢できんかった。全然全然。この子供はまだ物心ついてない。ねえ、君友達になろう？ポケモンを好きな人に悪い人おらんからね。二人でピカチュウとかヤドンとかドクラゲとか、とにかくいろんなポケモンのことを楽しくお話しようや。最高じゃないか。子供も三人で喋ろうよ。よし、ポケモンについて何かあったら電話するから。それはありがたい。隣、ここ三人っていうか、四人いるから四人。あなた可愛いポケモン見せっこしません？こと？可愛いって言ったらラッキーかプリンだと思ってるよね。大好きクラブ。ピカチュウか。そら可愛いわ。そうっすね。ちょっともうカツカツなんすよね。これはなかなかいい勝負なんじゃないですか。あ、入るんだ、神通力。心が痛むけどね、ピカチュウ。みんなピカチュウ好きでしょ。負けたっていいですわ、確かに。そうね。絆を確かめ合うから。終わったらノーサイド。あなたポケモンの赤ちゃんってご存知？きっととてもか、へぇー。そら知らんかったな。お得な、頭突きで給与して落ちてくるポケモン、木によっていろいろ。なるほどね。最近頭突きしてねえな。ここがアサギシティか。君の持ってるそうやってポケギアだろ、いいな、かっこいいなでしょ。お、来た、レッドやん。戦えないよ、ボロボロだから。しかも、家の名前で見えない。またお前かよ。何その気になってんだ、俺はお前みたいな弱いやつ相手しない、よかった。弱いと言えば、ここのジムリーダーもいないぜ。弱ったポケモンの世話をしに、東大へ行ってるんだと。うん、バカバカしい。弱ったポケモンなんかほっときゃいいのにさ。戦えないポケモン何の価値もないからな。お前、東大で修行してみたらどうだ？優しいじゃん。普通そんな言わんぞ。まず回復ですよね。大事なことは回復とアイテム購入だな。結構お金が貯まってきたんで。ポケモンと一緒にいればだんだん懐いてもらえるよ。そらね。明るく光り輝いて夜の海、道しぶになってくれた。船がない時でも背中に乗ってくれて海を渡らせてくれて。これポケモンがいない生活なんて想像もつかない。海の向こう、タンバーシティには珍しいポケモン持ってるって自慢してる人がいるよ。それを俺がもらえるか問題だわね、結局。とか、ピカチュウ欲しいんだけど。さっきの草のところで実はピカチュウもらえるんじゃねえかって勝手に思ってんすけどね。そんなことないかな。よし、これできた。見た人びっくりするかもね。何、トレーナーさん、ちょうどよかった。今私ボールカプセルに飾り付けしてたの。感想を聞かせてほしいか。ちょっと、はいはいはい、回復したとかね。飾り付けってのはよくわかんないけど、デコったってことか。 ルーシーね、綺麗花。おー、おしゃれ。なるほど、出てくるときにピカンってなるってことか。
それはおしゃれだな。女の子が喜ぶ要素入れてますね。おじさんは喜ばないけど日差しが強い。フラッシュとかってことか。ちゃんと見てくれた？見たよ。おしゃれか。お、欲しい欲しい。シールを持ってれば自分のパソコン使ってボールカプセル。自分だけのボールは最高でしょ？あなたも試してみて。あ、作ったボールカプセルはセットしないと使えないから気をつけてね。なるほど。いいこと教えてもらったな。ダメじゃん。どこにあるよ。姉さんが作ってくれるんじゃないんだ。朝木に来た時は必ずこの食堂に寄っていくんだ。ここの飯はどれを食っても力が、そうね。海兵隊に必要な食事って言いますか。うわ、喉に、早食いね。もしポケモン鍛えてるか。山道なんぞ歩いてるとたまに丸い岩があるが、あれは怪力というポケモンを動かすことができるな。すり鉢山を探検する山男どもはみんな余分に持ってるか。この朝日食堂には力自慢の海の男は満足するメニューがいっぱい。素晴らしい。タンパク質を多めでいかないとね。もう力自慢って言ったらもうタンパク質、タンパク質。口開けばタンパク質ですからね。外国にいる彼からもらったバタフリー。メール、なんて感じ？シールのやっぱり秘密。バタフリー最高じゃねえか。あなたのポケモンは人を乗せて海を進む技はもう覚えてるのかしら？覚えてるで。1万9000か、結構来ましたね。とりあえず10個買って、めっちゃお金いったから。結局こういうの飼ってるとすぐね行くんで、すぐ回復アイテム、それ以外使えないもんな。探索してから。暗い夜道は危険、暗い海も危険がいっぱい。灯台の明かり、ああ、ドラクエ4でもありましたよね。灯台タイガーね。なんで灯台がないとダメなのって子供の時思ったの。浅木じゃ古くからポケモンが夜の海を照らしていたの。それをお祭りしてできたのです。この灯台ですって。なるほどね。ピカチュウとかフラッシュ系ね。この灯台は修行の場所でもある。トレーナーいっぱいいるから簡単に登れない。なるほどね。ここで修行しろって言ってましたよね。レッドが。まあ、お金稼ぎにもなるしね。おや、君はここ遊ぶ場所ではないよ。修行の場ね。たたずまいがいいですね、ジェントルマン。グッドルキュンが。夜のずく。つつくか。うわぁ、相性が悪いんだ。どうしようかな。無理して行ってもあれだから。バタフリーで相性が悪いんだ。トゲチックも悪いような気がするんですけど。物理か。ああ、飛んでるからってことか。触る。もうそんな、今の時代だったら炎上ですよね。SNS で騒いだら結構食らったなぁ。帰ればよかったかなぁ。ちょっとトゲチックが使いづらくなりましたよね。おぉ、真剣だな。お、
めっちゃお金くれるじゃん。さすがジェントルマン。さて、そういうわけで我々、お近づきの印、電話番号交換などしてみてはどうだろう。積極的おじさんですね。五郎くん。よく五郎からかかってくる気がする。俺のかっこいいコラッタのこと君は覚えてるかい？コラッタによる、コラッタのための、コラッタにの、コラッタ。何を言ってんだ。海の男はいつだって喧嘩したいんだ。さすが。血気盛んですね。ボクシングか MMA しないと。ニョロもか。だいたいジムというか筋トレが併設されてますからね。海軍とか、自衛隊とか。ワンリキーは海兵隊向きですね。18か。雨は継続するんですね。しかもニョロモの進化先ですからね。あのぐるぐるで催眠術で眠らせるってことですね。トンボスタイルね。今の子供たちとか今の若い人たちにトンボの眠らせ方とか、なんか子供の時にトンボの目の前で手をぐる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 回して目をも合わせて捕まえるっていうのはようやってます。あれ科学的根拠あるんですかね、今にして思えば。ああ、限界、困った時のイワーク、困ったらイワーク。5回かい。困ったイワークです。あー、水、最悪だ。困ったイワークだったのね。雨が降ってたとか関係あんのかな。最悪だ。元気ね。おう、俺の負けだ。言うたらこっちも負けだけどね。まあ、やんな、久しぶりに負けちまったで。めっちゃ出会わん。顔写真つけてほしいんですよ、ほんと。顔写真ないとわからんで。君は何なんだ？お見舞いか、冷やかしか、冷やかしか帰ってもらうよ。お見舞いですって言いたいですよね。鳥使いか、国彦。おお、5あるけど、まあ、多分そんなに強ないぜってことでしょう。で、勝手に思ってますから。電光石火。たくさんいるけど、そうね。だ、強いポケモンが一匹か、こう弱いポケモンというかレベルが低いポケモンがいっぱいか問題ですね。基本的に火炎車で終わりますから。あ、まあいいんですけど。命中率と関係ないです。徹底してんね。火炎グルーム外れることあるんだ。
あ、で本当に全部ポッポじゃないですか。火炎グローブが外れたってのはポッポが避けたってことなんですか。あ、全然当たんない。命中率が下がってるからなのかな。ちょっとやばいじゃん。あ、ダメだ。もっと早く決断すればよかった。もうピッチャーが大炎上してんのに、もう周りから交代生交代生言われてるのに、意地でも使って大炎上するパターンですよね。しかも全然経験値もない。本気だね、お見舞い。それポッポ5匹ってすごい。どうやって上に登るんだ。お見舞い行きたいのに行けなくて困ってるんだよ。めちゃめちゃいるやん。私は世界を旅してポケモン来たい。ちょっと勝負してもらいます。ちょっと結構しんどくなってきましたよね。もう岩くいないし、ジェントルメン、ジェントルマンはお金をね。ガーディは水ですよね。威嚇で突破。水の波動いきますか。覚えたばっかの。さらにデバフのデバフです。だ物理に下がってるってことですよね。魔法は関係なくて。しかもお金たくさんもらえるでしょ。ああ、まだまだ修行足りない。このおじさん、毎回おじさんでいいけどね。みかんさ、もともと岩アークなど岩タイプのポケモンを使う。ってことは上にいる人は岩悪とか。みかんちゃん、この町のジムリーダーの、ね、私連れ戻すつもりなら誰にも邪魔させないわよか。レミちゃんね、マロウじゃないですか。可愛い。マロウは可愛いわ。転がる。うー、嫌な予感しかしねえ。これ急車だったら一発だから。かといって誰出すよ。ワンリキー寝てるし。まあ、ここが終わったら一回回復させに戻るか。相手が岩タイプだったら格闘タイプを入れないといけないですもんね。だからワンリキーに、あ、私のポケモン活躍してもらわないと。そうね、誰だってポケモン傷ついたら心配するわよね。あ、そっか、ポケモンが傷ついてるからそっちにかかりついてるって言ってましたね。だからお見舞いってことか。それは大事だよ。これでベストコンディションにして、ワンリキだけでいいかな。メンツはあんま良くないと思うんですけどね。まあ、ダメだったら他のポケモンを育てるとかしようかな。前のジムのところは幽霊とかだったんで楽でしたけど、今回は厳しい戦いになると思います。
メンツ変えろって話ですけど、どこが終わったらバタフリーか、バタフリーは外して違うやつを育てようかな。あと牧場に行って威張る、やばい、これも炎上マシンですね、今の時代なら。威張る、怒らせて混乱、怒りで相手の声がぐーんと上がる。なるほどね、一長一短あるわけね。確かにこっから先はどう行くんだって言いたくなるね。確かに、ライトルーム、エレベーターがあるがいないじゃないですか。なるほどね、ここがお見舞いしに行ってるってことか。でも確かに上がればいいんだろうね。どっかあるんでしょうね、隠し階段か、見落としが。どこ見落としたかな。確かにそうですよね。あっちから下がるのかな。上に上がるけど、確かにどう上がりゃいいんだ。どっか、あーなるほど、すごい 3D 的なことだ。これかっこいいっすね。みかんちゃん、ポケモンが心配なんだろう、薬とは。そらね、笑ってられないよ。クラブ、クラブには電気でしょ。そろそろ進化、でも進化も微妙なんですよね、結局技を覚えるのは遅くなるから。でも僕は進化させますね、やっぱかっこいいキャラで戦いたいから。俺も笑えない、そらね。それそうだ、丹波には腕のいい薬屋がいるって、あ、なんか薬屋の話が出てましたね。ピーピー、丹波か、僕らの時代で丹波ってやったら鉄郎ですよね。おじさん、空が近いなら僕の鳥ポケ絶好調。なるほど、自分のフィールドってことだ。鬼スズメ、鬼スズメはポップが進化したってことなんですかね。あ、おい、うちは痛い。
鬼ドリルか。スズメの次はドリルですか。おお、なるほど。これは強いで。これは強いでしょう。うわうわ。最悪だ。やられるかも。よかった、4回止まって。ドリル強すぎでしょ。丸くなる。あ、だめだ、こっち行こう、自分の防御を上げるか。まあ、いらないかな。スズメちゃんか。ドリルがやばかったですね。鬼スズメが育ったらドリルになるわけね。進化って恐ろしいですね。あれあれ、いきなりゼフ長、確かドリルでね、いけると思ったでしょ。僕の鳥ポケ、丹波で鍛えたんだよ。さてと、負けたって海を越えてどこかに行こうかなと。丹波は鳥ポケってことね。海の男は強さで優しさの2つを兼ね備えてる。君はどうなんだ。お金もあるんじゃないかって言いたくないですけど、ジロー。お金もあるし。ニョローズ。ちょっと一回行ってみますか。なるほど、そうか。そういえばそうだったな。貯水問題があったんですね。う、26ね。このドリル強さ優しく感じられる。素晴らしい。ポケモンのおかげだけど。朝霧に戻るタイプ、ポケモンジムに寄ってたのだが、ジムリーダーの使うポケモンのタイプがいつまで変わってたよ。まあ、そら、そんなこともあるでしょうよ。みかんさんと勝負した方はそれよく確かに。代わりに相手してくれんかね。相手になりますかね。ワンリキーか。ワンリキーにはワンリキーというか入れたいけど、あ、これダメなんだ、相性が。しまった、愚か者だ。これをやろうぜって言ったのに。ニョロゾか。催眠術とか毒とか呪いとか最悪ですからね。ワンリキーね。おお、なんていう強さだ。
それだったらジムリーダーには勝てないでしょうよ。強いだけがジムリーダーじゃない、優しさも必要ってことだな。なるほどね。政治家とか議長とか知事とかに言ってほしいわ。地盤看板カバンじゃねえぞって。この子いつも海を照らしてくれてたの。でもいきなりぐったりして息も絶え絶え。海の向こう丹波にはすごい薬屋さんがいるそうですけど、私あかりちゃんのそばを離れるわけにはいかないし、なるほど、取ってきてくれと。あのお願いです、私の代わりに薬をもらっていただけませんか。こちらの入り口では開けておきますので。なるほど、波乗りで移動しろ、あかりちゃん。寝かしてた方がいいんじゃないかって思ったりするんですけど、ね、だ波乗り使って移動しろってことを言いたいってことですよね。まあ結構いい修行になりましたよ。そうだね、ちょっと霧もいいんで一回これ終わりますか。で次で波乗りして丹波行って、で薬もらって、でポケモンを癒してあげるということですね。